はい、大家好、チンズです。今日もよろしくお願いいたします。今日はやっぱりこう連休中なので、中国の家庭料理ですけど、一応自分食べたい料理今日作ろうと思って、もしよかったらみんなも見て、もし食べたかったら一緒にまた真似して作ったらいいかなと思います。今日はなんと、豚足スープと红烧肉になります。でみんなはこんなたくさん食べれるんと思うかもしれないんですけれども、まあ食べれなかったらちょっと冷蔵庫置いて、冷凍庫でもいいのでまた次食べれます。やっぱり豚足とかすごいコラーゲンがあって、私めっちゃ好きです。やっぱり美容にとか大変いいなんですよ。そしてそのスープの中に今日一緒に入れるのは豆干が、日本語だったら豆干は本当はスープの中に入れてもいいし入れなくてもいいですけれども、豆干は今日私食べたいので、やっぱりビタミン C すごいたくさんありますので、肌とかあと免疫力にもすごい、いいので、あと生しいたけも入れますので、はい、じゃあそれでは、いきますね。続いてこっちは红烧肉。那红烧肉、こっちはすごい家庭料理で、後で、こう同時にこう作り方一緒に見ていただこうと思ってます。よろしくお願いします。はい、まず、スープから作っていこうと思いますので、で、はい、まず豚足をこう一回寄ってるようにお願いします。まず一回寄ってますね。その時この生姜2枚一緒に入れます。なんでやねんと思うかもしれないけど、やっぱりこう肉の臭み取るようにできますので一応入れました。そしてあとこう沸騰するまでちょっと待ちますね。はい、もう結構沸騰してから5分間茹でたらもう大丈夫なので、一回まずこう茹でるのは一応豚足洗ってます、ね、そしてこう沸騰した豚足は一応水でもう一回洗いますので、頑固やな、これ水で一回ごめんなさい、落ちません。しかも熱い、頑張ります。 OK、はい、一回豚足をしっかり洗いしました。はい、じゃあこれで一応洗って、そしてもう一回鍋の中にお湯を入れてもいいし、そしてもう一回水入れてお湯できるように、先洗った豚足今鍋に入れます。
みんな普通時は豚足作ってますか？私はめっちゃ好き。そしてあのまた生姜2枚同時に入れて、そしてさっき言ってた動画も一緒に入れます。そこ一辺で豚足もあり、そして野菜も食べれますのでめっちゃいいよね。そしてあの調味料はもう最後の辺あの入れますので、これであの沸したら、結構30分以上煮ていきますので、はい、蓋も閉めます。待ちましょう。はい、それでは今から紅烧肉を作ります。こう、スープを作っている間、ね、有効的にこう時間を使いましょう。まず油入れます。ちょっと多めに入れていただいて、はい、火をつけます。中火でいいです。そしてあの次入れるのは、生姜、ニンニク、とネギ、この3つあの油熱くなってから入れます。はい、それでは入れますよ。今すごいあのこの蜜のいい香り出てきました。結局この蜜の調味料の中にこう調味料じゃないかな、調味料で香り出るのは目的なので、あ、OK。 それでこの五花肉、みんな見たらご存知で、この油のところは結構あって、そうしないと美味しくないので、様子見て火をこう大きくしたり強くしたり判断してもらいます。はい、それでは次、ね、ちょっと色も変わりまして、はい、次の調味料入れます。まず醤油、たくさん入れて味出すようにしてください。そして紹興酒、紹興酒、はい、入れます。はい、そして次、好き嫌いあるんですけれども、私はちょっと酢入れます。肉も柔らかくなるし、そしてあっさりになりますので、そして砂糖、そ
その時の肉のこの大きさとか量によって砂糖を入れていきますね。今日は3さじ。入れます。これちょっと混ぜまして、それで次は水入れます。だいたいどのくらいといったら、こう肉の高さくらい入れてもらいます。はい、あと蓋閉めて煮ていきます。出来上がるのは待ちます。はい、いかがですか。まず本烧肉いきます。すごいいい香りで、はい、じゃあ皿の中に入れます。はい、こういう感じです。そしてネギ上にかけます。はい、本烧肉出来上がり。はい、それではスープどうかな。時間も経ちましたので、めっちゃいい感じやん。いつもの通りです。実は一番栄養あるのはこの中の、野菜とかじゃなく、このスープです。このスープ、今のスープはまだ味がないんです。このままでも試してもいいけど、そうやな、みんな見ていただいてるので、今からもうちょっといろいろ入れます。胡椒、まず入れます。たくさん入れなくても大丈夫のは、後で自分の、お椀の中に入れた時足らない分また入れてもいいし、はい、じゃあ次ね、味ないのでこう塩入れます。これも自分のお椀の中に足らなかったらまた入れてください。またごま油けれども、個人の好き嫌いありますけど、私はごま油好きなので入れます。体にもいいのでね。はい、そしてちょっと本当はもうちょっとこの弱火で5分間煮ますので、一応味見させていただきます。おいしいです。いただきます。出来上がりましたので、ゴールデンウィークのちょっと食べたい料理今からいただきます。まず本烧肉からいきましょうか。すごい酒屋の地図はこのいい香りずっといい匂いやな、うん、でこっちはそして
い、スープになります。まず一口、紅烧肉食べさせていただきます。いただきます。好きな味です。ちょっと塩甘さもあって、酢入れたからすごい柔らかい。美味しい。スープいただきます。先もいただいたんですけど、その時はまた香辛料入れてなかったんで、今は入れましたので、ただし少々お待ちください。スプーン忘れました。しかもスプーン、今あのスープのスプーンじゃなくて、すぐ出れるスプーンに取りましたので、いただきますね。美味しいです。はい、あとでまたゆっくり豚足食べさせていただきます。それでは皆さん、良いゴールデンウィークをお過ごしください。ありがとうございます。また明日、バイバイ。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。またね、バイバイ。